キバー。行け。ナイスキバー。風やばいね。風今日めちゃくちゃ強いらしいよ。マジ？うん。飛ばされないようにして。はい。大丈夫？うん。行ける？はい、行きます。5432。でこれちはカチャルです。そしてパパチャルです。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は FCG との練習に行きます。はい、ということで今回の動画は今日の練習と明日の練習試合の動画になります。はい、はい、目標考えてる？うん。はい、今日の目標は、今日の目標はいつでもシュートが来ていいようにポジショニングを確認することと、うん、もし打たれたら、うん、しっかりと足を運んで正面でキャッチしたりダイビングしたりしたいです。おお、カナチャルはシュート練習の時は足を運べてはいるんだけどね、うん、試合になるとその場で倒れちゃうこともあるのでいい目標だと思います。はい、はい、意識してやっていきましょう。はい、はい、それではレッツゴーリベンジャーズゴー。試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。カナチャル TV ちゃっちゃん。何食べてるの？ふにゃもち。あ、これね。うん。パパチャルも練習中に食べてます。はい。はい。はい、ということで今日のサッカーはどうでしたか？今日のサッカーはダイビングとか足を運べたりできて目標達成できました。お、できた？うん。うん、よかった。で、今日風がね、超やばかったね。ね、鼻水乾いちゃった。風強くて。そっか。はい、ということで明日試合なので、はい、今日早めに休んで、ね、いい準備をしましょう。はい、はい、じゃあどうする？時飛ばし。うん、じゃあ時飛ばししましょう。それでは明日へ時飛ばし。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は SCG 度の練習試合に行きます。はい、ということで今日は試合ですがどんな気持ちですか？緊張しています。緊張してる？うん。まあでもガチガチにならないように、ね、まあ、程よい緊張感は必要なんだけど、うん、うん、頑張っていきましょう。はい、はい、今日の目標は、今日の目標は味方とコミュニケーションを取りながらプレーをしたりすることと、うん、キーパーの方ではシュートが打たれる前にシュートストップか1対1かを判断することです。おお、止まるか前に出るかって。うん、あ、そっかそっか。じゃあそこを意識してやっていきましょう。はい、はい、それではレッツーゴーリベンジャーズゴー。カナチャル TV ちゃっちゃん。
イスナイスナイス、よく足運んだ。おー、ナイスキー、ナイス。おー、ナイスキーパー。リスク、リスク管理ね、リスクエッジのところしっかりやってください。 OK、 じゃあ一番初め、キーパーカノ、はい、右から戦うっていうところと勝つっていうところしっかり持って、 OK、 気持ち入れていきましょう。リスク、はい、さあ行きましょう。ゴーヤーサニーズバーバー、よし行ってこい。試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。
はい、かちゃん。はい。今日の試合はどうでしたか？今日の試合は楽しかったし、目標も達成できたけど、1失点されちゃった。ああ、そっか。トータルで何対何ぐらいだった？6対1。まあ全部で今日は4試合したのかな。うん、フル出場だったんで。まあ1点悔しいとは思うんだけど、目標も達成できたと思うし、まあそんなに引きずらず落ち込まず。だけどやっぱり1失点の重みって分かったと思うんで、次は失点で終われるようにね、また練習から頑張っていきましょう。はい、はい、よく頑張ったね。疲れた終わった後も喉が痛いって言ってたもんね。よく声も出してたね。コミュニケーションが目標だったもんね。はい、よく頑張りました。じゃあ最後の一言お願いします。いつもカーチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンお願いします。カーチャル10万人目指しているので、ぜひチャンネル登録してください。それじゃあバイ。はい、じゃあバイバイ。おまけ。ありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。